ご視聴あざます、しです。中村ゆきやし、誕生日おめでとう、一日遅れ。時間が経つのは早いですね。もう44ちゃいだそうです。ゆきやしご本人のポストから引用です。年を取ってる気がしないんだよな。素直に誕生日ですと言わずに間接的な表現、そしてその裏に垣間見る0時0分ちょうどの投稿。祝ってほしい気持ちをストレートに表せない中年の哀愁を感じますね。今回は中村家の大黒柱であるイタボン氏が SNS を中止している中、鬼の犬間に天下を取れるのか、イタボンの家を買っていたゆきやしの運命やいかに。ということで、転換期かつ更年期かつ反抗期真っ只中、44歳なりたてほやほやゆきやしのここ最近の主張を見ていきたいと思います。毎日学校に行ったとしても匿名でアンチしかできない大人になるやつなんて世の中にいくらでもいるし、思考停止して毎日学校に行くだけ行って親の金で大学まで行った結果ニットになるやつもいる。自分で選ぶという能力を持たずに大人になるより、学校に行かなくてもいいから自ら選ぶ生き方をした方がいい。匿名でアンチしたりニットになることと登校不登校の因果関係は？ニットに関して言えば不登校時の方が確率高いはずだし、こういうケースもある程度の話を前提にしてる時点で一般論として語るには破綻してるんよね。なので学校に行かなくてもいいから自ら選ぶ生き方をした方がいいという結論にはなりません。自ら選ぶ生き方をした方がいいで成立するところをわざわざ学校に行かなくてもと付け足してるところ、学校批判したいという結論ありきの論理展開ですね。こちらゆきやしの常套手段、それっぽいことを言うけど因果関係が薄い上にエビデンスを示さない。ちなみにエビデンスとは証拠とか裏付けのことです。エビのことではないです。毎日毎日学校学校アンチアンチって繰り返すけども、結局学校行きたかったんだよね。自称カウンセラー？カウンセリングできるん？学校に行かずにアンチしてるパターンは OK ということだね。ユタボンが高校落ちてから言い方変えただけの同じポストばっかだね。思考停止して自由自善などとしか言えずに、その結果多くの人に支えられて生きるようなことにはならないでほしいですね。人から金を集め企画し、失敗したことすらも忘れこれが俺たちだなどと言える精神がすごいです。もう少し思考を凝らした方がよろしいかと。なんか勘違いしてる人多いけど、学校に行くのをやめても会社を辞めたとしてもそこで終わりなんかじゃない。その後も人生は続くし、そんなことで簡単に終わるわけない。逆に苦しいのを我慢して心身を壊してしまう方が危険だ。なぜなら一度壊れた心を修復するには時間がかかることが多いから。不登校やニートになれば万事解決みたいなこと言ってるけど、そこで社会不適合者になってしまったり、金銭面での解決策はなぜ提示しないんでしょうか？そういった理由で心を壊してしまう人も多々いると思いますけど、そのケアはなぜいつもしないんでしょうか？そして今まさに息子さんは行きたかった高校に行けなくなって人生のカードを一つ失いましたが、どうケアしましたか？まさか以前のポストにあったように高校落ちても何の問題もないで済ませてないですよね。それって受け取り方によってはお前の努力は無駄だったとも取れる発言ですからね。これも行き足の常套手段ですね。楽な選択肢を提示するだけの一時的な逃げ道を作っただけで解決した気になってる。むしろ逃げた分状況を悪化させてることにも気づいてない。ユタボンも思ってるで。学校行ってなくても小学生時代に東大の問題解けてたのに、どうして高校入試解けなかったんだってな。小学生時代は学校行かなくても秀才だったのに、どうしてこうなったって。確かにユタボンさんも誰かさんに甘やかされたせいで変な期待をしてしまい、希望してた高校入学ができなくて心が壊れてしまったかもしれないですからね。良くないことですよね。私は心理カウンセラーの学校を辞めましたが、辞めて良かったと思ってます。そこを卒業した人はカウンセラーを名乗るだけで、実際にカウンセラーになって活動してる人がいないからです。誰も勘違いしてないと思いますよ。おそらく一番勘違いされてるのはあなたでは？子供が失敗した時に、だから言った通りにすれば受かったのになんて言ったら子供の自立心を奪うことになる。失敗はダメなことと教えられた子供は、教えられた通りにやれば無駄な失敗をせずに済むと考えるようになり、何一つ自分で判断できない大人に成長してしまう可能性もあるので注意。言ってることはまともですが、失敗した時のケアが重要です。なぜ失敗したのか、どうすれば失敗しなかったか、その失敗を今後どう生かすか。ユタボン親子は見てる限りそれがありません。だから失敗ばかりするというか、失敗してることにも気づいてないですよね。なので残念ながら、半年かけたユタボン氏の受験も何の成果も得られませんでしたって感想が聞こえてきますよ。ついには進学の凡人。人の人生だからぶっちゃけどうでもいいんだけど、こんなところで言い訳したって子供の時間は戻らない。ここで過ち認めたら息子に返す言葉ないもんな。必死なのわかる。一番の問題はハーバード大学目指せる、すごい難問も解けるとか豪語していながら、高校の入試別にすごい難関なところじゃないに落ちたことだよね。本来なら子供は自分で人生のハンドルを握り、自分の目標へと進んでいく力を持っているもの。しかしそれを信じられない大人が子供の可能性を奪い、古い常識を押し付ける。いい学校を出ていい会社に入れば幸せになれると教え込み、やがて子供たちもそうじゃないと不幸かのように錯覚するようになる。ゆきやし、免許証って知ってる？
人間、必ずしもその目標を達成する力を持ててるとは限らないから、権利を与えるためにテストがあるんだよ。義務は果たさずに権利だけ主張してるから、尺で論理破綻しても気づかない、気づけない、気づこうとしない。それで自分で目標へと進んでいく力を持ったユタボン氏は高校進学できたんでしたっけ？できなかった？さてなんででしょう？目標へと進んでいく力だけであって目標を達成する力とは言ってない？そういうこと？そういうのを最近の流行言語で掘りきつって言うんですよ。いい学校を出ていい会社に入れば幸せになれるとは私は主張しません。ただ特段の才能もない普通の子供が受験勉強程度の学力も身についていない、目の前の受験勉強も頑張れないで将来何か大きなことができるとは思ってはいません。今はそんなこともないよ。中卒でも海外に行って海外で起業してる人もいるよ。沖縄ではそんな自由な生き方をしてる人にたくさん会ってきたよ。いい学校を出てもいい会社に行けるとは限らないし、知り合いは東大卒のニートだったし、どこでそんな価値観を習ったの？古いよ。ゆきや先輩は、いい学校を出ていい会社を出てるわけではなさそうですが、今、そんなに幸せなんですか？そう見えないけど、たとえ学歴なくても、いい会社じゃなくても、幸せそうな人はたくさん見てきてるけど、そういう人のポストは幸せそうなんだよね。最後に一つ、44歳になったゆきや氏へ、他人にどう見られてるか考えた方がいいよというアドバイスを一つ。匿名のゴキブリたち息してるかな笑い。自己紹介してゴキブリって笑えるな笑い。さてこの2つのゆきやしのポスト、実は1つ目の自分のポストを2つ目がリポストした形になってます。その結果がこちら。ゆきやし、一歩引いて自分のポストをよく見てみよう。他人からどう見られてるか気づくかな？気づかない？まだライフが残ってたら娘さんたちに聞いてみればいいと思うよ。予託は取ってあるから、恥ずかしかったら削除してもいいよ。それではスーパーサンクスの紹介です。出遅れてしまいましたが、 1.5 周年おめでとうございます。これからも動画楽しみにしています。7743様、お布施ありがとうございます。いや、長いような短いような、もう1年半も続けてるんですね。これからも頑張ります。皆さんのような気の利いたコメントが書けないや、切ないので追加のお布施を置いておきますね。トム様、スーパーサンクスありがとうございます。気の利いたなんてそんな、コメントいただけるだけでも嬉しいのです。守りたい、その笑顔を言うてスイちゃんに対して守るなんておこがましかったわ。鉄はするわ。トム様、スーパーサンクスありがとうございます。新作煽り文句を作ってみましたけど、いくつか好評のコメントいただきました。あざます。ちなみにあの画像はメンシブ様にはプレゼントさせていただいてますので、まだ受け取ってないメンシブ様はよかったらこれに来から受け取ってくださいな。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメントよかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。